12月29です。で、今日から、まあ、年末の連休が始まって1月6日まで休みです。で、連休なんですが特にやることはないので、まあ、リサイクルショップ行ってブラブラして、まあ、CD でも探そうかなって思ってます。で、今から荷物出して自分の姉の娘をピックアップして、で、まあ、奥さんとうちの息子と4人でどっかに行ってきます。で、ちなみに姉の娘は今年から小学1年生になりました。外すごい寒かったので息子の手袋と帽子を買いました。カメラケースが安かったので買ってみました。ということで帰ってきました。で、今日は結局小学1年生のこと、まあいろんなとこ行ったんですが、まあ、結構ずっとハイパーな子でなかなか疲れました。で、今日買ったカメラケースがこんな感じで、で、まあ中のスポンジも、まあ、傷はいっぱいあるんですが、まあ、全然問題ないです、まあ、仕切りは別になくても、まあ、これにカメラを入れて運ぶわけじゃないので、まあ、必要十分な感じで良かったです。で、ちなみに、1620円で買いました。で、なんか他のハードオフ行くと結構このぐらいのだと3000円とかするんですが、まあ、2000円ぐらいで買おうと思ってたんで、いいの見つかってよかったです。早速カメラちょっと入れてみます。今ちょっとだけ入れたんですが、まあ、まだあるカメラを、まあ、この上に置くしかないんですが、まあ、あんまり重ねたくないので、まあ、カビが生えてほしくないレンズをとりあえず入れました。まあ、意外とスペースが足りないなって思いました。で、ちなみにこの中に何入ってるかっていうと、まあ、これが 5D の初代で、これが EOS One に 28mm のレンズ、あとこの間買った 50mm、 それとマミヤ645、それと富士の GS645 で、こっちにあるレンズはこのマミヤ用のセコール C っていうやつで、55mm と 80mm が入ってます。で、まあ、この中盤のカメラは、まあ、あんまり使う感じじゃないんですが、まあ、ほぼほぼコレクション的な感じで、この2つは多分あんまり使わないんですが、まあ、手放さないだろうなっていう感じです。で、外に飛び出てるのがなぜか持ってる FT で、オリンパスの小さいので、これが EOS KISS 5で、 EOS KISS 5これ見て、でフィルムの KISS シリーズの最終モデルだと思って、500円だったんで買ったんですが、まあ、勘違いしてて、まあ、EOS KISS シリーズだと7が多分最終のやつで、まあ、それの1個前とか2個前ぐらいのがこの5で、まあ、ほぼほぼボディとか多分性能は一緒なんですが、7だとこのグリップがなんか黒いなんかゴムみたいのになってて、
まあなんでこれ買ったのかわかんないですが、買っちゃいました。であとこっちに入ってるのが、まだ一回もフィルムを入れたことがない AL1、 それと京セラの小さいカメラで、あとオリンパスのズームが、140mm まで行くやつで、まあ、こんな感じで、まあ、だいぶ見た目気持ち悪いんですが、ものすごいズームができるやつ。あれ、であとはこのチェキワイド、まあ、これは全然これからも使っていくので、まあ、これもこの中に入れときたいんですが、まあ、こんな感じで入れます。それとあとこの間この EOS キスを買った時に一緒に買ったチェキの 7S っていうやつです。でこれも確か300円ぐらいで売ってて、電池入れたら普通に使えたので、ガンガン使ってます。でうちにはチェキがこれとこれと、あとこの初代チェキがあるんですが、この初代チェキはちょっと調子悪いのと、電池が結構特殊で、なおかつ2本使うので、これは炭酸の電池4本で動くので、だいぶいい感じ、だいぶいい感じです。なのでまあこれもここに入れようと思います。いや、なかなか気に入りましたと思ったら、この EOS55 っていう結構気に入ってるカメラ忘れてました。まあちょっとチェキは置いといて、これを入れときます。ということで今日は、まあ、連休初日ということで、まあ、結構ダラダラしちゃいました。まあ、今日はショッピングモールに行って、で寒すぎたので、まあ、息子の手袋と、帽子を買って、で、まあ、その後ハードオフ行ったらカメラケースが安く売ってたので良かったなっていう話でした。で実は昨日髪の毛を切りました。で、まあ、昨日だったので、まあ、今年最後の散髪になったんだと思うんですが、まあ、なんか連休前ぐらい失敗せずに散髪したかったので、ビデオは撮らずに真剣に一人で髪の毛切りました。やっぱり GoPro でビデオ撮ってるとなんか失敗しちゃう感じがあります。なんか緊張してるのかよくわかりませんが、まあ、でもまた今度2019年初の散髪は動画にしようかなって思います。であと今日はカメラのケース買ったのと一緒に EOS1 の電池を買いました。で EOS1 の電池も結構特殊で、電池だけで1個500円ぐらいします。でその電池充電ができないので、まあ、なくなったら500円で買わなきゃいけないんですが、まあ、そういうこともあって今 EOS1 用のバッテリーグリップをちょっと狙ってます。まあ、ヤフオクだと即決で5000円ぐらいで出てるんですが、まあ、なるべく安く買おうと思ってます。そのバッテリーグリップつけると単三電池確か4本で動くので、まあエネループとか充電電池買って単三電池で EOS1 を使おうという計画を今立ててます。まあこんな感じです。ということで、まあ連休初日の誰得ブログでした。